選ぶ住みやすい駅ランキング当てるまで帰れません対決。勝ったチームは賞金ガチャが待っております。終われば終われば、はい、せーの、ギリゴタボカお願いします。第2位、いや僕も2位かなと思ってました。僕も2位ですね。それでは発表します。お願いします。第。どうも、かさこです。トンボです。やさぐです。それです。ゆうじです。よしみです。よいしょー。さあ今日なんですけども、はい、トンボさんの持ち込み企画ということで。ありがとうございます。お願いします。今回の企画は、都民が選ぶ住みたい。もう一回聞かせてください。どうした、炭焼きカルビ。都民が選ぶ炭焼きカルビ店。あのさ、何何、もうさ、こういうミスの時さ、うん、本当にさ、やり直させてくれなくなったら、やり直させてくれな、何油が切れ、いや、これカジサックチャンネル、そうやから、はい、マジで使うの。普通の YouTuber さんとかって、うん、俺何回もコラボで見てきたことある。いや、俺もありますよ、うん、皆さんやっぱ止めて、止めてさ、取り直すけど、うん、え、同じことしていくの。いやでもこんな数恥ずかしいじゃないですか。全然知らない。先言っちゃうけど、多分動画の説明せなあかんやん、はい、緊張してます。頭の中にいろいろ入ってるから。炭火焼きカルビ言ってない。炭火焼きなんて言ってよ。じゃあ今回の企画は、はい、炭火焼き炭火焼きを頭に入れ込むんだね。悪っ。炭火焼きって言っちゃうの俺。炭火焼きって、都民が選ぶ炭火焼きって違うでしょ。違う。今回の企画は、はい、都民が選ぶ住みやすい駅ランキング2チームに分かれて当てるまで帰れません対決。これですよ。トンボがね、ごっついの持ってきたんですよ。これです。ちょっとゆっくり説明いいですか。はい、まあ帰れません企画って結構やるじゃないですか。はいはいはい。まあロケにしたら面白いんじゃないかということで、うん、今回持ち込ませていただいたんですけれども、うん、はい、まあ都民が選ぶ住みやすい駅っていうののランキングがもう出てるんですよ、うん、はい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 、はい、この情報は、かけだくん、きじまくんマネージャーが知っています、うん、トンボもちろん知らない。もちろん知らないです。で調べてもらって、調べてもらっても出てるんですね。住みたいじゃなくて、うん、そこなんですよ、ポイントは。住みやすい、住みやすいなんですよ、うん、駅、はい、都民が選ぶ、はい、うんうん、ランキングがありまして。そういうのあんねんな。あるんですよ、うん、で、このランキングに対してですね、 A チーム、B チーム2チームにまず分かれていただきます。我々がね、後ほどやるんですけども、はい、こちらにこれで用意してるんで、はい、これでまず A チーム、B チーム2チームに分かれる、3-3に分かれていただきます、はいはい、で、A チーム、B チームそれぞれに対して対応する順位が決まっております。対応する順位、はい、うん、A チームは1位、3位、5位、7位、9位、うん、奇数やね、奇数、はい、そして B チームが2位、4位、6位、8位、10位。2位、4位、2位、4位って言ってましたけど、4位カルビを頭に入れるわ。俺の頭にカルビを入れるわ。2位、4位、4位って言った。4位厳しすぎるだろ。2位、4位って言うよ。コムタンス、韓国の焼き入れ。4位ね。4位、ごめんなさい、分かっただろ、はい、ぐちゃぐちゃになんねん。笑いたいじゃないですよ。B チームは2位、4位、うん、6位、8位、10位、はい、それぞれ5つずつ偶数だね、偶数、はい、振り分けております、はい、これで各チームそれぞれ対応した順位が全部当てれるまで帰れないという戦いなんですけれども、うん、はい、その当て方です、うん、各チーム車移動で、うん、その駅に行って、うん、で、例えばじゃあ恵比寿駅だとするじゃないですか、うん、恵比寿駅まで行って、うん、そこでこの駅は何位ですかと聞いて順位を聞くという、うん、このやり方です。これだから、はい、めちゃくちゃ難しそうなんですよ。めっちゃむずい。もう駅行かないじゃない。あの A チーム、 B チームって言ったじゃないですか、はい、A チームには木島くん、はい、B チームには掛田くんが、うん、カメラマン兼、はい、その答え合わせとしてついてくる、はい、そうですね、木地掛けは知ってるからね、知ってる、うん、そしてですよ、うん、これベスト10なんですけど、はい、これ俺ベスト10でええやんと思っててんけど、うん、トンボが、はい、それじゃあ汗かけないとか言って、そうですよ、簡単になっちゃうから、なんかね、20個用意してんねんな。20駅用意しました。これちょっと見てもらおう、はい、それがこちらになります、はい、これちょっと見てください、はい、これね、うんうん、だから県外の駅も含まれております。
この表には、うん、10位以降、10位以降がっていうことやね。そういうことです。鬼のようにむずい。これマジむずいのよ。終わらへんで。めっちゃ移動も時間、車で行かなあかんルールや。でも終わるまで帰れないんだっていうルールだから。ルールだ。で先に5つの駅全部行けたチームが勝利です。勝利。その時点で終了。終了です。うん、例えば A チームが先に5駅正解した時点でもう B チームは負け確定。負け確です。そして勝ったチームには、勝ったチームは賞金ガチャが待っております。だから全部終わった後に事務所に戻ってきて賞金ガチャタイムってことや。終われば、終わればどっちかが終わるまでは、まあ、いつかは終わるやろ。まあ、いつかは終わるよ、うん、だって極端な話全部いけないねんから。確かに。いやそうですよ、極端な話ね。これちょっと面白いのが、うん、例えばじゃあ A チームね、うん、奇数じゃないですか、うん、13579、はい、A チームがどこでもいいや、じゃあ、うん、じゃあ渋谷、うん、渋谷ねって、うん、ちなみに A チーム木島くんついてるから、うん、木島くん何位って聞いた時に木島くんが第2位ですってなったら、本当そうです。図工なんですよ。図工です、はいはいはい、相手チームが行くべき駅だったから。そうなんですよ。それはおもろい。そのね食い違いがね起きてきますから絶対に。なるほど。で結構遠いところもある。そう、うん、あるのよ。これね、あの東京、あんまり知らないという方もね、多分いらっしゃるでしょうから、うん、この駅名だけ言ってもね、うん、これ多分立川とか結構遠いよね。マジで駅によっては1時間以上かかるとか全然あります。うん、だよね。はい。これはなかなかやね。これはなかなかよ。やっちまおうよ。やっちまおうよ。うん、チームですよ。そう。はい、これやっぱり、まあ、今回、うん、住みやすい駅ランキング。はい。うん、東京詳しいイメージやっぱ安武あるやん。俺もそうなんですよ。だからだって東京生まれ東京育ち。そうそうそう。セレブ大体友達やから。違いますね。え？違いますよ。あ、違うの？セレブのやつは大体友達。違いますよ。いらないですよあんまり。そのイメージあるか。まあまあまあ、あるよ。そうですね。東京生まれ東京育ちではありますね。だから安武以外で言ったらそんなトントンやろ。もう全然わかんない。うん、俺でも、あ、もう言っちゃいけないんだ。何よ。あ、危ない、言いかけた。え？何？え？俺結構最近耳良くて耳でもなんかこう匂い嗅げるというか鼻じゃなくて。どういうこと？そう言っちゃいけない。もう鼻をさ、うん、いいとか言っちゃいけなくなっちゃう。そっかそっか。そうそうそう。俺結構得意だと思うんで。なんでそんな得意なんですか？あ、言ったことあると思うけど、うん、俺物件見るの好きなの。ああ、そうか。そう、いろんな街の物件とか見るのすごい好きやから、うん、なるほどね。なんとなく、うん、こういう家ってあっこ多かったよねとか、うん、情報あるかもしれない。確かに住みやすいだからね、うん、っていうか、うん、元不動産屋もいますからね。あ、任せてください。いや、こんなんもう絶対常やん。いやいやいや、絶対忘れてるって。常やで。確かに俺やで。確かに忘れてるんだ。しかもピンポイントで当てないと意味ないから。そうですね。そう、何もいうところは知ってるけども。ごめん、ね、ぶっちゃけせやわ、うん、常だいぶええかも。でもいいよね、うん、いい。まあまあ何自信あるの？あります、正直、うん、ある程度やっぱ行ったことは紹介してきてるんで。うわっ、はい、だからさ、別れて常安が一緒になっちゃったもんなら、これいやもう終わりです。終わりよ。いや分からへん。分かんない。そんなもん分からへん。まあそうか。安武だって多分そんななんか自信ないかもしれない。いや、うん、その東京に住んでない人の方が家探すじゃないですか。確かに。確かに。そう。探したことがない。いや探したことあるんだけど、その同期冷たい、うん、話聞いてほしいんだけど、実家に住んでる時期もあるからっていう意味だったんだけど、そうやな。そうなの。だから吉富とか龍二とかも、はい、調べたりはしてるもんね、住むときに、うん、そうですね、住むときは。僕も名古屋から出てくるときに、うん、住みたい街ランキングっていうのはなんか見た記憶があるんですよ。え、マジで？うん、何年前？え、でも15年以上前。いや、まあでも余裕で変わってるやん。しかも見たの住みたい街ランキングですからね。そう、だから多分ちょっとニュアンスが違う。だからそうなのよ。住みたいじゃないから、住みやすいだから。住んでる人によるらん、ね、全然違う、うん、全然違う。もうだからこれはなんとなくで、これはもう行くしかない。とにかく汗かこうよっていうこと。汗かこうよ、はい、さあじゃあ行きます。したね。こちら運命の先ほど言ったように、 A チームは奇数ね。奇数。 B チーム偶数は確定します。確定、はい、お前これ。ちょっとどうしたんですか。なんで今小声で、多分聞こえてないですわ、うん、ちっちゃい声で右耳に、お前とは嫌だなって。
ですかこいつ。おいおい、どうしたんですか。今聞こえてないと思うけど、はい、左耳に、はい、俺もアンチこと言うんだよ。同じチームになれ。同じチームになれ。あーやばい、それはそれでおもろいな。そうよ、それはそれでおもろい。どうなるかということでございますよ。見ないようにね。もうガチだからね、ガチだからね。ガチガチガチ、いきまーす。じゃあ引いてください。もうこれでいい。持った、はい、持った、はい、じゃあ一斉にいくよ、はい、せーの、ドンスン。うわっ、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 これすごい。うわっ、怖い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 、やばい。エンディングだろ、もう前後ろこんなことあんの。やばすごいやん。なったやばない、すごいよ、マジなったよ。怖なんかやらせみたい。やらせやらせにしてもむずすぎるやらせですけどね。むずい。じゃあもうこれこうですよ。こうですよ、もうガチなんだから。決まりました。よっしゃー、来たよ。なのでコインヤスカジサクチームがキス1位、3位、5位、7位、9位、はい、そして B チームが、はい、2位、4位、6位、8位、10位となりました、はい、A チームには木島くん、はい、B チームには掛田くん、はい、だから片方のチームが完走、ゴールした時点でそういうことや、マネージャー同士で連絡をしてくれるんですよ、うんうん、だから負けたチームはそこで多分カメラ回し始めると思います。そうだな、なるほど。変なタイミングでカメラ回ったらもう危ねえってことや。そういうことやな。ちょっと何時間かかるかわからないですけど、わかんないよ。ちょっと頑張りましょう。頑張りましょう。正々堂々と、はいはい、よろしくお願いいたします。お願いします。というわけで本日もせーの、お出しします。というわけで、はい、1チームやっていきましょう。この3人じゃい。ちなみに後ろちょっとチキって、これ木島くんもいます。木島でーす。さあ、トンボさん、はい、来ましたよ。はい、我々は1、3、5、9、うん、そう、奇数です。奇数でございます、はい、ちなみにごめんなさい、さっきね、うん、オープニングで武蔵小杉って書いてあってて、ね、武蔵小山の間違いでした。間違いでしたね、はい、小杉は神奈川だったんですね、うん、さあ、はい、まず安田家の意見聞きたくない。いや、聞きたいよ。どうなの ?1359 ってどうなの。正直ラッキーですね。えっ、なんで1が入ってるから。まあそれは確かにそうだよね。はい、確かに1位より、だって2位の方がそれは1位よりむずいよね、なんとなくだけど。俺の番なんですけど、1位が味方がおらんからでもそうなんですよ、おっしゃる通り。うん、1位はあそこだなっていうところが。これじゃあさ、はい、それぞれが思う1位言ってみる。はい、そうですね。お前さ、決まってんの。もう決まってます。 OK、 住みやすい駅やもんね。そうなんですよ、うん、あれにします。はい、はい、いきますか。はい、じゃあせーので言う。はい、せーの、ビタゴタゴか。え、あら、バラバラ。ちょっとなんつった。吉祥寺です。1位。1位です。いやでもね、俺もね、うん、吉祥寺はね、上位迷った。うん、めっちゃ。あ、俺全然なかった、吉祥寺。俺自由が丘かに双子玉川かなと思った、うん、俺双子玉川ちなみに行ったんですけど、はい、吉祥寺の線もあるかなと思いました。じゃあこの話し合いで言ったらもう確定やん。うん、はい、どうする。じゃあ、うん、トンボがそういうんやったら吉祥寺にする。ただその、うん、これちょっと今これを見て思ったんですけど、うん、はい、他の、まあ常は知ってるかもしれないですけど、うん、吉祥寺のライン、うん、要は中央線、総武線のラインがあるんですよ。あ、電車。はい、うん、吉祥寺、うん、三鷹、うん、立川、うん、これがそのラインなんですよ。へー、あー、そうなんだ。すごいな、お前やっぱ。そのそれが入ってるってことは、うん、このライン住みやすいんじゃねえかっていう。おい、なるほどね。はい、新宿までも行けるし、うん、直通で東京までも行けるんですよ。ちょっと待って、はい、俺分かってんの、吉祥寺から三鷹は近いの。めっちゃ近いですよ、隣ぐらいの感じ、ね、吉祥寺、三鷹、立川みたいな感じで行くのはいいと思うんですよね。これじゃあ行ってみる、このトライアングル。はい、え、でもそれ俺全然思ってんのとちゃうねんけど。え、どういうとこ思ってました。俺は本当に自由が丘とか、はいはいはい、ニコタマ、うん、双子玉川とか、うん、あとは住みやすいだから、うん、三軒茶屋。はいはい、三茶ね。うん、俺武蔵小山も入ってんじゃねえかなと思うんだけど、上位には。確かに、うん、今言ったのは住みたい街です。住みやすい、住みやすいは交通アクセスがいいところです。
ははー、なるほどな。俺はだからこの縦4ラインめっちゃ怪しいと思ってますよ。怪しい、品川、東京、目黒、池袋あると思ってます。マジ ある、はい、東京もあると思ってます。あ、目黒と、なるほどね、はい、おもろいなこれ。だから東を攻めるならこっち側おもろい。これでも今、はい、視聴者さんが調べてる人もおるやん、はい、安武全部外れてたらおもろいむちゃくちゃ滑ってるよな。だったら逆です。もう全部あの表参道、自由が丘、中目黒が全部入ってるとこです。二子玉、恵比寿。とりあえず、うん、吉祥寺行こうよ。吉祥寺行っちゃう。いい、一発目行きましょう。でもさ、はい、全部偶数の場合もあるよ、安武が言ってんのが。確かにゾッとするぜ。それもさ、怖い怖い怖い。結構だってさ遠いでしょ、こっから言って、はい、吉祥寺とか。そうね。え、皆さんの中で行っちゃっていいの、恵比寿はどう思います。恵比寿は俺は住みやすい街ではないと思うんだよ、うん、でもさっき安田が言ったように、うん、確かに俺住みたい街で考えちゃってたのかな。なるほど、そうそうそう。交通アクセスで言うと恵比寿絶対いいもんね。あと家賃とかのバランスね。あ、そうか、家賃もあるもんな。そう、高いで。高いよね。俺は入ってないと思います。そうやな、はい、入れなくていいよね。だからそうっすね、一番近めのとこで、うん、行ったらいいと思う。いや、もう俺に決めさせてくれ。はい、わかりました。吉祥寺に行こう。わかりました。これでだって行って、もし1位やってみ、うん、はい、こんなんバチクソかっこええやん。確かにめっちゃかっこええわ、うん、いきなり1位。いきなり1位。俺を信じてください。よっしゃ、行こう、はい、行こう。我々は吉祥寺へ向かいます。はい、はい、それでは B チームでございまーす。 B チームです。よろしくお願いします。お願いします。さあ、偶数の偶数の、はい、駅ですよね。はい、まずちょっとどこ行きましょうか。今日ね、まあ、そうですね、どう思う。まず、うん、やっぱ首都圏というか、まあ真ん中から攻めていきたいじゃないですか。真ん中っていうのは、まあ、あんま遠いとこ行って、そうですね、郊外よりもね、はい、まあ、僕の見解、うん、はい、僕の見解では田園都市線が結構住みやすい、うん、はい、イメージがあるんですね、うん、なので、この二子玉川、三軒茶屋あたり、あ、うん、まあ、自由が丘も結構いい線かなと思う。確かに三軒茶屋、自由が丘は、はい、俺もなんか人気の街だっていうのは分かるし、はい、そうね、二子玉川、はいはい、新宿とかだっていや、さすがに住みやすい、うん、まあでも交通はいいのか。でもなんかね、まあね、新宿あたりは、うん、新宿の駅付近は多分住みにくいと思うんですよ。それの周りの、うん、早稲田とかなんか、はい、ああいうあたりは住みやすかったりするんで、まあ、広いのか、はい、新宿っつっても。なので新宿駅は、新宿駅か、そんな住みやすくはないと思います。まず三茶あたりから攻めていきません、一回。まあそうね、人気の街っていうところで、はい、うん、まあこれが正直1位か2位とか、はい、細かいとこまでね、うん、分からんよね正直。でも行ってみると意外と三茶の順位によっては、うん、そうね、ちょっと予想が立てられるような気はします。そうそうそう、確かに確かに、はい、まずは三茶に向かいましょうか、はい、三茶行きましょうか。はい、はい、さあ、私たち三軒茶屋に到着しました。三茶でーす。さあ、ここ何位だと予想しますか。これ、ね、下手したら1位あると思うけど。1位ですか。人気の街じゃない。まあ人気ですけど、すごい、まあ住みやすいと思いますけど、1位はない。1位はないと思いますね。僕たち2位を当ててるんですよ。そう、2位そうか、はい、1位じゃダメなんだよね。そうか、じゃあ2位で。2位、2位、2位だと思う。じゃあそれでは発表します。はい、はい、三軒茶屋駅、はい、第圏外です。マジで圏外。圏外です。入ってないんや。10位以外。10位以外です。嘘。マジ。ちょっとでも、はい、まあ一発目で良かったです、僕圏外が出て。正直ちょっとこれ、そうね、考え方むずいね。ガラッとそうですね。でマジで人気の街だよね。人気上位のね、はい、なんだったら僕も不動産屋でめちゃくちゃ紹介してきました。そうだよね、はい、それが10位に入ってないっていうランキング。もう分からんわ。早いってギブ早いギブギブ
あ、そう。なるほど。むずこれ。でも、まあ、結構言っても都会じゃないですか、うん、このエリアって、うんはい。これが県外ってことは、ガラッと考え方変えて、はい、ファミリー層。なるほどね、はい。ファミリーが住みやすい街を攻めてった方が。確かに。もうちょい落ち着いたというか、ねうん、静かめなところをついていく、はい。はい。これでいいんじゃないですか。なるほどね。はい、ちょっとまた車に戻って、いやはい、会議しましょうか。どんどん行きましょう。はい。ちょっとやっぱファミリー向け、うん、僕の見解ではやっぱ、ここから近場で言うと、はいはい、やっぱ二子玉川、うんはいうん、自由が丘あたりが、うん通りやすいかなと、はいはいはい、思うんですが住みやすい町だよね、はい、二子玉川へ行きますか行きますか、はい、これは住みやすいと思いますよそうですねランキングには入ってそうですねさすがにねえ、うん、これ県外だったらもうもうわかんないですよそうですねギブアップしようよっしゃじゃあ二子玉川行きましょうか、はい、行きましょうはいさあ、はい今ですね、まず説明させてください。そうですね。我々作戦的には吉祥寺だったんですけども、はい、すっごい渋滞してて、渋滞してたんですよ。で高速乗ったんですけど、はい、でちょっと道見誤りまして、そうなんですよ、ね、間違えました。道間違えたんですけど、はい、道を間違えた先に池袋があったので、ちょっと吉祥寺ではなく、うん、池袋に来ました。いやでもこういうのが、うん、こうそうすってことありますから。そうなんですよ。もちろん我々は池袋が入ってるとはあんまり思ってないんですけど、はい、せっかく通ったから寄っちゃおうよ、はい、ということでございます。そう、はい、これで入って奇跡やで。そうですね。可能性ありますからね。行く？はい。木島くんがここで順位を言うのか県外と言うのか。では木島くんお願いします。はい。池袋駅ですが第4位です。あ、グース。っていうか、4位夫婦が上位じゃん上位やん偶数惜しい池袋4位やんってこれやっぱランキングクソむずないですかめっちゃ惜しいこうなってきたときに、はい、安谷が吉祥寺をどう考えるかな、はい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 、なるほど、このまま我々は吉祥寺に向かってもいいのか、うん、俺は、うん、より確信を持ちました何を、吉祥寺に向かっていいですかっこいいやっちゃんかっこいいやっちゃんかっこいいこれ沿線上に一応ありますからねあるっけ大丈夫です大丈夫かちょっともう分かんないわけとりあえずちょっと一旦車戻りましょうか、はい、車戻ろうそこでもう一回ちょっと会議しましょうそうしましょう、はい、さあ、はい、ですねちょっとですね、うん、吉祥寺に向かうって言ってたんですけどもそうそうやっぱいろいろ考えた結果、うん、いや池袋から新宿近いよねってなってそう近いのよしかもな、はい、池袋が4位に入ってたからそう新宿もあるんじゃないかっていうことやっぱありえる電車の便がいいとこがね、うん、結構上位に来てんじゃねえかっていう、ね、ってなったんで、はい、すいません新宿に向かいます新宿よはいというわけで、はい、B チーム二子玉川駅に着きましたニコ玉よっしゃニコ玉よっしゃいここは入ってるはず入ってるはず入ってないと困る困る、うん、何位だと予想しますか僕は2位いや僕も2位かなと思ってました僕も2位ですねこれで頼むいやあるよ2位だよ絶対あると思うそれでは発表しますお願いします二子玉川駅第県外ですあ終わった終わったあーダメだもう分かんないマジ県外ですえ住みやすい町だよそうです駅か駅です入ってない入ってない三茶とニコ玉が入ってない入ってないですいやもう分からんぞもうマジで分からん全く分かんないですやばいちょっと急がないとそうですねもうちょっとなんか、はい、いろいろどんどん行くしかないよ手当たり次第行くしかないですねはい、うんはい、次マジどうしましょうどうしようねそうですねこれニコ玉の近くにあるのがこの中だと自由が丘自由が丘ねでももうさもう分かんないよねこれが入ってなかったらもうどうする自由が丘に行くのか、はい、それ以外なのか
自由が丘行って、うん、ぐるっと回って目黒方面に。目黒ね、はい、はい、自由が丘行きますか。行っていいのかな。危ない。目黒は絶対入ってると思うねんな僕。目黒ですか。うん、こんなら自由が丘寄って、はい、寄りながら目黒を目指せる、はい、行きますか。そうする。はい、これでもし自由が丘なかったら、はい、スネさん降りてもらえる。そうですね。そう、ちょっとまだ責任持って降りた方がいいかもしれない。まあでもスネさんは元不動産屋の勘というかもうデータがあるはずなんで、だから正直自由が丘も今わかんないです。ただ目黒は入ってると思ってるんで、うんうんうん、その効率的な生き方で自由が丘挟むという。そうね、はい、まあ言っても潰していく分にはいいと思う。はい、じゃあ、はい、自由が丘経由で目黒を目指すという感じで、はい、行きましょうか。お願いします。はい、さあ、というわけで、はい、新宿に到着しました。よ、新宿駅です。来ましたね、新宿。来ました、来ました。当初の予定とは大幅に変わってきました。だいぶ変わりましたよ。行こうか。行こう。木島くん、はい、お願いします。頼む。新宿駅ですか。第5位です。おお、やった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 、すごいやった、奇数だ、嬉しい嬉しい。4、5って開けてんすか。こっち俺ら4個開けてる。池袋新宿なんだ。入ったやん。入った入った。5位。やったやった。やった。いいとこいいとこ。いいとこだ。嬉しい。ってなると、うん、残り1379。1379。うん、まあ、とりあえず車戻る。車戻る。車戻る。やりました。やったぜ。見事です。よ。マジで嬉しい。これ丸つけました、はい、こんな嬉しいんだな、うん、しかも我々の作戦にはなかった通りですから。そうそうそう、これラッキーと捉えましょう、うん、ただ安武が若干、うん、この結果を踏まえて、はい、ちょっと考え方も変わってきてるらしくて。そうですね、ね、はい、東京、はい、品川、そうそうそう、そこがやっぱり、うん、だってもう新宿池袋って来てるんで、電車でしょ、都内の電車アクセスとにかくいいところ。でどうなん、結局まだ全然最初に言って言ってない吉祥寺は。吉祥寺は入ってる。1位。1位か2位。2位か3位。上位にいるはず。いやでも、もう行く、吉祥寺行ってみる。行ってみましょう。どうせ最初行こうとしてたし。確かに。だから渋滞がすごいんだよね。そう、この時間帯的にね。だこのライン行こうよ、はい、吉祥寺、三鷹、立川っていう、はい、このライン、この総称ね、一番最初行こうとしてたライン、はい、うん、で、わかんないよ、またこれ運転し始めたら道間違えて気がついたら目黒おるかもしれんけど。確かに。向かっちゃう。はい、向かっちゃおう。吉祥寺行きます。よいしょ。はい、それでは自由が丘駅に到着しました。来ましたよ、はい、さあ、自由が丘、さあ、もうここはちょっと正直、うん、あの上位かどうかは分かんないです。もう分からん、はい、はい、ちょっと通り道で、はい、もう行くしかないなっていう、うん、ところで来させていただきました。そうね、はい、はい、では発表します。入ってろ、入っててくれ。お願いします。自由が丘駅第県外です。来たダメだ、もうダメだ、3から来た。スリーアウトですよ。もう分かった、こっち方面じゃない、もう完全に北に上がりましょう。そうですね、はい、もう中心部じゃないね、中心部じゃない、完全にもう、はい、郊外だな、はい、どうやら急ぎましょう、はい、やばいやばい、もう日暮れますよ。俺のことはいいから二人で行ってきてください。いやいやいや、一緒に来てください。行きましょうか。行きましょう、はい、はい、続いて、うん、さっきもちょっと言ってましたけど、このまま目黒の方に、うん、目黒ですよね、はい、もうこれで目黒ダメだったらもう僕一切口出しもしないそうね、いやいやいや、はい、でもマジでこんなことになるとは思ってなかったわ、ええ、はい、まあ、とりあえず目黒を探しましょうか、はい、ちょっともう急ぎましょう、はい、はい、さあ、というわけで、はい、吉祥寺に到着しました。やった、来ましたよ、来ましたね。もう空見てください、はい、真っ暗です。真っ暗ですよ。結構やっぱり渋滞でね、いや、はい、そうですね、時間かかってますけども、ここ結構我々にとって運命ですよね。そうです、うターニングポイント、一番最初からね、ここは行こうって言ってた場所ですから、安武が1位と言っていた吉祥寺、木島くんよろしく。はい、吉祥寺駅ですが第1位です。よっしゃ、マジマジでお前すげえよ。よし、マジ
来た。やばー。マジで嬉しい。2枚抜いたやん。2枚抜いた。1号1号抜いた。残りは359。よし。よかった。俺も言ってたしな。言ってたっけ。お前あんま知らなかっただろ。お前言ってましたっけ。言ってないと思う。俺は言ってたな。言ってねえよ。いや言ってたわ。俺言ってたわ。言ってたわ。いやマジですげえ。やったやった。でこれ2位じゃなくてよかったな。いやマジでよかった。これ2位だったらもうやりました。やったぜ。改めて1位ナイスゲット。やったナイスゲット。来たぜ。来た。いた吉祥寺、うん、残りがだから3位と、779ですけども、はい、これね安武の情報曰くこれ次三鷹が近いんだよ、うん、三鷹は近いよ。めっちゃ三鷹ってどうなん。三鷹もだから塩みたいに言うなお前。三鷹の塩って言うた。三鷹いやこれ吉祥寺があったんで、うん、三鷹立川まであるんじゃないですか。この一番最初に言ってたよな。そう、僕が最初に言ってたライン。このラインね。立川も、あ、全然ありえんの。中央線ラインというか、はい、あると思います。お前、詩吟。お前、今日いろいろキャラクター。たまたま。CM からお前。たまたまだよ。これでもさっき実は移動中に喋ってたんですけど、うん、法則ちょっと分かってきたよなっていう。そうそう、分かってきたのよ。そう。やっぱり、うん、やっぱ電車、うん、そう。便利なところが入ってるなっていう。そう。そうこれだから、うん、住みやすい駅ランキングなんですよ。そうなの。だから住みやすい街っていう風に捉えちゃいがちなんですけど。そう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 。住みたくなるとかね。そうそう。だから、うん、駅っていうところを。そうだ。忘れないようにしていけば、ね、はい、っていうことだよね。そう。だから安武がずっとさっきもさ言ってたんですよ、うん、実は品川東京そうそうそう目黒も絶対怪しいとか言って、うんうん、怪しい。でもとりあえずこっち方面来てるからまず三鷹行こう。そうですね。近いから、近いから、うん、近いから、はい、三鷹行きます。はい、目黒駅に到着しました。目黒でーす。さあもうだいぶ暗くなってきたんで、そうですそうね、ちょっとここら辺で一発はい入っといてもらわないと、ね、1個目を早く欲しいですよ。はい、じゃあちょっと頼む。お願いします。はい、お願い。目黒駅第圏外です。ダメだ。もういい加減にして。終わった。マジいい加減にしてくれ。本当に圏外です。やばやば。もう北千住とか行きましょうよ。もう思い切って。まあでももうそういうことかもね。北千住、吉祥寺、もう立川とかもうそっちの方っすよ。ああ確かに。もうだって北千住ぐらい分かりやすい。調布とか立川とか調布とか、ね、はい、もう僕はすいません。いやもう分からん。僕はもうこっから一切口出し。恵比寿はもうないですか。絶対に分からん。あ、近いってことか。そうですね。なるほどね。ああ、もう、いいよ。寄っていく。友人アンテナが、恵比寿でちょっと反応したなら。いや、でも正直、近いっていうだけですね。絶対、うん、ありそうなのはもう、こんだけない。北千住、うん。池袋、品川。都心じゃないと思う。確かにそうですね。もうこう来ると。ねえ。いやでも郊外でもどこ、これでも郊外こそ行って、はい、なかったらへこむよ。そうですね。ダメージが最悪。まあでも郊外か、はい、はい、だと思うんですけどね。ちょっともうここで決めましょう。はい、うん、車でもう会議するのも嫌になってきたもん。そうね。龍二、ね、アンテナで、はい、お願いしますわ。そうですね。ちなみに、うん、調布と北千住って近いですか。近くない。あ、近くないんですね、うん、右上と左上みたいな感じですね。東京やばいね。じゃあ北千住行きますか。知らんよ。もう知らんから。ここ空振りした場合、はい、どこ拾えんの。あ、確かに。東京、池袋、なんか調布とか吉祥寺、立川みたいな感じやと思うんですよ、場所的に。はい、うんうん。まあでも龍二アンテナ、うん、はい、北千住行ってみる。ちょっと行ってみましょうか。はい、思い切って、はい、もう分からんからね、はい、行こう行こう、はい、北千住行きます。
さあ、というわけで、はい、三鷹に到着しました。近かった。結構近かった。もうめっちゃ近い。すぐでしたね。1.7 キロとか、うん、それぐらいだったんですけども、はい、このでも雰囲気見た感じ、どうだろう、うん、素敵な街ではありそうだけどもね、はい、ぶっちゃけ近いし来たっていうところあるから、そうですね。これでもし入ったら超絶ラッキー、ね、ラッキー。そこです。木島くん、はい、三鷹よろしく。はい、言っとけ。3、7、9、うん、入っててくれ。三鷹駅ですか。第2位です。ちょっと待って、嘘だ、マジ2位。はい、2位です。はぁ、吉祥寺近いからじゃん。だから、そうだ。やばっ、マジってことは敵チームがここに来なきゃいけないんだ。すごくない？俺ら偶数2つ来てるで。そうなのよ、イケブと。そうそうそう、見たか。だから偶数奇数奇数で、やばで、全部10位以内のやつ選べてるわ。でもすごくない？吉祥寺1位、吉祥寺1位、三鷹2位、立川行く。立川だ。そうなんのか。これ立川だ。立川ってここからどれぐらいなの？いや、距離は電車だと結構まっすぐなんですけど、うん、車だと結構遠いね。どんぐらいだ、ちょっとわかんないですね、行ったことないんで。どうなの？近くはないけど遠くもないぐらい。でもその沿線上的には全然あるってことや。めっちゃ栄えてますしね。だから吉祥寺1位、三鷹2位だもんね、はい、これ3位もあるんじゃない？ある、全然あるよ。マジ？っていうかB チームここ来るかな。来るかな。あ、でも向こうも吉祥寺が2位かもしれないって行くかもしれない。ああ、確かに。そうなったら全然確かに。確かに確かに。おもれえな。面白い。これおもろい。とりあえず車戻りましょう。はい、さあ、今車戻ってきましたよ。はい、これ来た、ね、はい、いや、すごいよ。これさっきチラッと安田が言ってたんやけど、はい、俺ら県外出してないよ。いや、そうなんすよ。そうなんですよ。やばいよね。向こうチームどうなってんの？いや、わかんない。どういうルートで行ってるのかもわかんないから。で、立川がもう。でも今、はい、ちなみにナビ入れたら結構遠かったです。これ20キロ。結構な賭けだよ。ああ、ほんとだよ。そっちの方行っちゃうの。そっか。でも今日あんた持ってるから。持ってるは持ってる。行っちゃう？その、車で行ったら20キロじゃないですか。うん。電車だと絶対近いんです。急行、特急みたいな。急行みたいなこと。はい。感覚で。この辺も近いんだよね。調布とか。うん、調布も、そうですね。ただ線が1本ずれるんですよ。じゃあ絶対こっち行こうよ。こっちか。だって吉祥寺1位で三鷹2位だよ。調布は京王線なんで、うん、新宿止まりなんですよ。なるほどね。でも、うん、立川は、うん、総武線中央線の流れで来てて、うん、新宿ないし東京駅まで直通なんですよ。ああ、もう行こう。もう行こう。立川じゃん。行っちゃおう。行っちゃおう。行きましょう。僕ら立川行きます。はい、はい、北千住駅到着しました。北千住、はい、よっしゃ。もう思い切りましたね。はるばるやってきましたけど、ね、もう分からんから。分からんから頼む。もうこれで当たっててくれ。もうね、何位でもいいから、マジで一回ちょっと。そうそうですね、はい、県内に入ってます。そうね、県内まず1個欲しい。それでは発表します。お願いします。はい、北千住駅第8位です。おーおー、8位。よし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 、きた北千住。北千住すごいよ。リュウジアンテナ、ちょっとありがとうございます。8位ね。きた北千住で8位。1個目、1つ目。ちょっと待って、でもまた分からんない。そうです、ね、全然まだ捉えれてない、ね、全然つかめてない。とりあえず、うん、はい、よ、とりあえず最初のポイントをね、ゲットしました。はい、あともう2、4、5、10、4つあるのか。うわ、ちょっとでもゆっくりしてる時間ないんで。そうね、ちょっとね、打ち合わせしまして、はい、こっからまあ池袋が近いじゃないですか、うん、はい、北千住から池袋行って、うん、僕たちの考えでは、うん、吉祥寺とか三鷹とか、うん、この辺がちょっとやっぱ怪しいんじゃないかっていう。郊外のね、はい、いや吉祥寺三鷹はね、俺、はい、特に絶対どっちかはランクインしてると思うから、はいはい、行く価値はある。絶対1ポイント、うん、はい、もう良ければ2ポイント取れると思うから、はい、なのでそのルートで見てみると、はいはい、池袋から中野行って、吉祥寺行きの
三鷹、みたいなルート。そうね。はい。思い切って行こうかなっていう。でももうこの辺が怪しいよ。はい。渋谷とかさ。うん。ね、新宿とかっていうよりかは可能性あると思うから、正直ね池袋もちょっと怖いんですけど、うん、まあ通り道なんで、そうそう、はいはい、でもなんかね、いろいろアクセスがいい駅ではあるから、うん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 、そういう点で住みやすいってなってるかもしれない。はい、はい、なのでそのルートでちょっと、はい、行きましょうか。行きましょう、はい、さあというわけで、はい、立川に到着しました。やった、来ちゃったよ立川まで。結構遠かった。結構遠かったよ。遠かったっすね、ええ時間になってきて、はい、これ今結構遠かったから、はい、これ使ったら結構しんどいよな。いや使ったらマジしんどい。でも今日乗ってるから、やっちゃんがね、うん、ちょこれ頼むわ。今、はい、それでは立川駅ですが第3位です。マジやった、入った、やった、入った、嘘マジ3、はい、キズやば。え、ちょっと待って、じゃあ俺1、はい、1、3、5。え、めちゃくちゃすごない？え、ちょっと待って、俺らほとんど上位じゃん。いや、だから1、2、3、4、5空いたんよ。1、2、3、4、5行ったんや。そうやば、やばで、4位池袋だもんね。立川、立川が3位。お前やすだけ。俺ちなみにずっと不安やったけど、はい、いや俺も正直不安だったの。立川って入ってんのかなっていうな。どっつこうかと思ってた、入ってなかった。やめろよ。入ってなかったら。やめろよ。入ってなかったら。行きましたよ。よし。いやちょっとすごない？まだ農圏街よ。農圏街、ね。だいぶ傾向と対策が。そうそうそう。そうっすね。うん。ちょっと車で、はい、会議しましょう。はい。さあ、はい、今戻ってきたんですけども、やったじゃん。ちょっと本当に我々も熱くなってて、はい、カメラ回さずに今会議しちゃってたんですよ。会議しちゃってた。もう次どうすんのっていう勢い余って、はい、今現状こうです。はい、立川ね、行きましたよ、はい、で、うん、次なんですけど、うん、ちょっと意見分かれてました。分かれて、はい、まあ、ぶっちゃけ今日乗ってんの安竹やん。安竹なんですよ。安竹が次どこ行くかっつったら、はい、うん、東京が怪しいと。そう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 。で、東京、まああってもなかったとしても順番に行けるんじゃないかなっていうのが、はい、東京の次が、うん、はい、東京、まあ有楽町すぐそばなんで、うん、東京行って有楽町寄りつつ、その逆回りでその山手線を、うん、品川、目黒、恵比寿、渋谷って行くみたいな感じでこう行くって、うんうん、その真逆の考えが、うん、トンボ大先生で。そうなんですよ。東京は俺入ってないんじゃないかって思ってるんですね、うんうんうん、だから俺はもう渋谷からもう恵比寿、目黒ってその辺を、うん、まあ品川行くか行かないかって、もうそれぐらいって言われてて、うん、はい、じゃあ俺どうなんだっつって、はいはい、俺は調布が怪しいと思ってる。調布なんだよ。でもまあね、まああるよ。俺調布が怪しいと思ってる。調布もあるのよ全然。けど、はい、こことここが似てるから、はい、うん、結局時間はかかれど道は一緒やん。まあまあそうですね、はいはい、なんでどっちから行くか、トンボヤスタケの意見、はい、今からコインで決めたいと思います。はい、調布はいいんですね。いやだって俺調布あると思ってるよ。でもなんか俺一人やったし、ちょっと待ってよ、そっちが東京。どうすんの調布。で、ちなみにもう一応裏話すと、はい、立川来るまでに調布行くチャンスあったんですか。あったので、どうするって俺が言った時に、安竹が、行かないって言って、そう。でもその選択あるし合ってたんですよ。立川。そうそうそう、はい、立川で、はい、そうそうそう。そうっすね。そうなの。行かない。行かない？調布行かない。俺は、その高速の場所と、こっから高速で移動するってことを考えた時の効率を考えて、やっぱ東京有楽町のラインで行きたい。ライン。はい。じゃああなたは渋谷。俺渋谷。恵比寿からのライン。そう。はい。では表裏で決めたいと思います。はい。じゃあ100って書いてる方、どっち行きたいですか？どうぞ先輩。絵が書いてある方。じゃあこれが出たら安竹。安竹、はい。逆が出たら、トンボ。はい。覚えたね。はい。行きます。はい、さあコイントス。よいしょ。どっち？行きます。はい。100でーす。なので東京だ。すごいわ。やっぱ安竹なんだ。頼むよ。今から東京向かいます。はい。
さあ、池袋駅に到着しました。池袋、袋最高。さあ、はい、池袋ですよ。はい、ここね。はい。来ましたよ。ここ取れたらでかいよ。取れたらでかいです。うん、ちょっと可能性あると思う。まあ、10位に入ってるんじゃないですか。入ってるかな。10位。この下手したら、2位とかあるんちゃうかな。はい、結構まあ便利な街ではありますからね。そうそうそう。はい、お願いします。お願いします。はい。池袋駅。第4位です。お、やった、よし、グスグス、でかい、お、でかすごい。4位4位です。すげえ、4位。え、こんな大都会で4位があるってことは、ね、ちょっと待って、新宿とか分かれへんようになってきた。あ、でも本当やん。じゃあもう情報がぐちゃぐちゃ、やばい、郊外だったり、ね、やば、中心部だったり。でもちょっと待って、このまんま、はい、あれでしょ、池袋で次中野行って吉祥寺三鷹と、ちょっとこうなってきた、こっち。なんかそれやったら、いやいや、池袋から新宿の方が近いとかもありますし。なるほどね。わあ、ちょっと、でもあと2位と6位と10位を俺らは当てるっていうだから、はいはい、ここが新宿が2位とかになってくるかもしれない。ああ、でもあるかもしれん。はい、ここが池袋が4位なら、はい、なんで？うわ、どうする？一回ちょっとなんか一泊して考えるそんな時間ない、そんな時間ない、そんな時間ない。どっち？中野の方が近い？新宿の方が近いです。あ、近いんだ。はい、あ、行ける、新宿行きましょう。新宿から経由して中野でもそんな遠くないんで。はい、うん、じゃあ新宿ちょっと、はい、チェックしましょう。行きましょう。はい、新宿行きます。ちょっと勢い出てきたよ。はい、うん。さあ、というわけで、はい、東京駅に到着しました。来ましたよ。まあ、東京駅近くです ね、 そうですね、はい、こちらなんですけども、はい、遠かったね。遠かった、遠かった。ちなみにもう時刻22時回ってる。回りましたよ。スタートしたの16時ぐらいですから。やばいよ。もうほんまに今気になるのは、はい、まあ、もちろんここの順位もですけど、はい、相手チームがどうなってるか。いや、そうですね。ちょっと震えてくるのよね。こう、木島くんに連絡来たら終わるって。そうなのよ。そうですね。来てないよね、まだね。はい、来てないです。さあ、ではここ安武ゴリ押しの東京、果たして一体どうなるのか、木島君よろしく。はい、こちら東京駅ですが、第7位です。おっ、すげえ。ちょっと待って、安武、ちょっと待って、ちょっと待って、すごすぎる、すごすぎる、マジでやばい、マジですごい、マジですごい、マジですごい、リーチちゃん、リーチちゃん、すごい。俺さ、ヤスタケごめんなさい。何か言う。ちょっとごめん、これはやばいです。ごめん、すごいわ。俺もないと思ってたもん、正直。本当にここに来る車中、そうですね、俺ずっとないと思いながら来てたんで。すまん、ヤスタケ。いや、僕もあるかはちょっとあれですよ。ただ東京まで行けば、そっから品川とかこっち行けるみたいなのあったんで。ちょっと待って、リーチよ、リーチじゃん。やば、ついにリーチです。あと1個です。っていうかさ、うますぎないっすか。やばいっす。やばい、嘘みたいじゃん。1357今、はい、でラスト9でしょ。しかも12345いってるもんね、はい、やばいよマジで。いけます、あと1個。はい、とりあえず車に戻りましょう。はい、さあ、はい、今車に戻ってきまして、うん、改めて東京は素晴らしい。いやいや、やりすぎるだろ、安武お前。リーチ、これリーチだよ。どうなん、ぶっちゃけ。もうさ、はい、もう俺たち何も言えないよな。いや、もう何も、もう本当にもう従いますよ。あ、私口ですか。いや、だって俺マジでさすがにないと思った。俺もないと思ってた、東京ほんまに。いや、このノリで行けるんだったら、うん、下の方にある中目表参道とかニコタマとか東京おしゃれゾーンはもうないですねって決めてんの。もうない、はい、ない、僕はもう絶対ないです。もうこの流れで、うん、山手線を、うん、まあ、有楽町には行きつつ、山手線品川目黒とか行っとけば、そこら辺のやっぱ主要なとこ、なるほど、どっかで9位は来るんじゃねえか、じゃないかと思います。だって有楽町もこれめちゃくちゃ近いよ。めっちゃ近い、ね、だからこれはまあ行っといていいよね。はいはいはい。これ俺ちょっと気になってんけど、北千住ってどこなの。これ北千住はちょっと上の寄りの方かな。これないの、ここは。いや、むちゃくちゃ謎ですね、ここは。
怖い。でも怖いよ。なんで遠い？遠いよね。ちょっと遠いんじゃないですか。ちょっと待って。一回落ち着こう。はい。安武に。ああもうそ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 う。まず有楽町行く？有楽町。まあまあここはもう確定行こうよ。だ北千住だったら、うん、もうしゃーないっすわこれ。あが9位だったら、うん、無理ってことか。はい。いや無理っつね。なんでだろう。無理っつね。無理っつですわ。無理っつ。はい。無理っつ。はい。進学。ちなみにごめん空気悪するかもしれない。はい、俺まだ調布やと思ってるから。もう本当にさ、まあね、これで調布だったらさ、もう夜中ですよ。これ調布だったらすごくない？いやありえるんですよね。僕結構調子よく言ってるじゃないですか。うん、唯一否定したのが調布なんですよ。結局お前っていうフラグバンバン立ってたやないかっていう、はい、まあおもろいね。まずは有楽町、はい、もうめっちゃ1キロ圏内なんで、うん、行きましょうか。はい、はい、新宿駅到着しました。新宿だよーんと。はい、来ました。はい、これを取ったら、はい、3連チャン、3連チャン行ったらすごいですよ。すごい。池袋あったんで新宿も、うん、はい、あると思います。あると思います。はい、はい、それでは新宿駅の順位は第5位です。うわあ、うわ奇数か。奇数。いやでも入ってるよ。入ってる。そうですね、入ってるの。結構上位じゃん。だって5位って、じゃあもう渋谷とかもあんの？あるね。まあもう分からん。確かに。マジで分からん。どっち行きます？中野渋谷。住みやすさで言ったら中野だと思うけどなぁ。渋谷ある？渋谷そうですね。住むイメージがあるのって中野じゃない？はい。でももうこの考え方が違ってるかもしれない。そうですね。そうか、なんかもうよくわからんけど、もう一回北千住。なんでやなんでもう一回北千住戻るの？どうします？近さは一緒？中野も渋谷も。そうですね、一緒ぐらいですね。中野、中野じゃない。中野をちょっと行ってみましょう。はい、はい、じゃあ中野に行きましょう。はい、はい、中野駅に到着しました。はい、でーす。さあこれ来たら暑いよ。はい、そうですね、頼みます。来てください、はい、本当にお願いします。はい、お願いします。発表します。はい、はい、中野駅の順位は第6位です。よっしゃ、来た。すごい。3つ目、3つ目ですね。来た。おい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 、来てる来てる。すごい。めっちゃ勢い出てきたよ。すごい出てる。あれ、あと2位と10位もうあっちゅう間や。2位と10位2位と10位。2位どれ？マジで渋谷でしょ。渋谷。 あるな。渋谷、恵比寿、中目黒ぐらいでいけんじゃないですか。そうです、ね、確かにあるあるある。はい、はい、この勢い乗って、よしよっしゃ、行こう、どんどん行こう、行きましょう。さあ、はい、有楽町に到着しました。いやもうあっという間、すぐ、もうめちゃくちゃ近かった。はい、うん、まだ興奮が収まらない。いやマジで、ね、あの東京7位はねえ暑かったな。我々は今、はい、A チームリーチでございます。リーチ、はい、果たして奇跡のゴールはあるのか。はい、木島君、有楽町お願いします。さっせも行っちゃいけ。はい、有楽町駅ですが第圏外です。ガーッ、さすがにか。まあ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 、これは想定の範囲内で、これは想定の範囲内でございますから。まあ、ね、まあ、そっか、リーチですから。リーチですか。とりあえず車戻りましょう。はい、初圏外。うん、初圏外でですよ。はい、安武さん、はい、言うてましたね。次行くの、次品川です。品川目黒、恵比寿、渋谷かな。もうここは順に行くってことだよね。はい、ちなみに運転しながら喋ってるんですけども、はい、我々的にも品川は入ってる確率高いんじゃないかな。まあまあそうですね、そうですね、ベスト10に、うん、はい、あとは渋谷、うん、そう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 、うん、で俺は調布。調布が消えない。調布が消えない。この有楽町がポンポンって行かなかったことにより、なんか調布が急に怖くなってきましたね。調布が消えないのよ。あとそろそろ俺ら絶対うまくいってるとは思うけど、はい、本当に相手チームが怖くなって、いや、そう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 っていうのはありますよ、ね、そうっすね。あ、まあ、とにかく、まあとにかくっすよ、はい、信じていきましょう。はい、我々今から品川に向かいます。はい、はい、渋谷駅に到着しました。渋谷、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 よ
いやーし、来ました。ここ来たらもうリーチですよ、はいはい、リーチ、はい、ここでバッチリリーチ出して渋谷でね終わらせましょうよ。終わらせましょう。はい、はい、では発表します。よろしくお願いします。ありがとうございます。渋谷駅の順位は、はい、第県外です。じゃあなんでここに来て、なんで県外。あー、ほんと県外、新宿は入って。あ、そう。え、じゃあ、ね、中目恵比寿どうなって。そうですね、今予想してる。なんかちょっとデータがおかしくなったね、またね。え、でもまあ近いから、はい、中目あたり、はい、はい、まあもう、よっ寄っていきます、ね、そうですね。そうね、もうどんどん行こう。はい、続いていきましょう、はい、さあ、はい、というわけで品川駅到着しました。品川駅、いや、ぶっちゃけですね、ちょっと近くに人通りが結構多かったので、はい、ちょっと離れたところに、ちょっと離れましたね、います。はい、さあ、我々リーチでございます。果たして品川駅何位なのか。木島くん、よろしく品川駅ですが、第9位です。うん、そうだ、やった、マジ、すごすぎ、すごすぎ、終わった、終わった、マジ、すごい、やった、こうだよ、こうだ、やった、本当にすごい、すごい、信じられない。信じられない、やばい、クリア。はい、 A チームクリア。やったー、嬉しい、マジで嬉しい。怖かった、マジで嬉しい。キジマ君連絡来てないよね、かけた君から。はい、来ないです。やった、やった、やったけ、やった。これ本当に嬉しい、本当に嬉しいです。今からキジマ君に連絡してもらって、はい、我々は今からもう事務所に戻り、戻ろう、賞金ガチャを引きましょう。やったー、おなげー。はい、恵比寿駅到着しました。恵比寿、はい、頼む、よろしく。それでは発表します。行こう、はい、恵比寿駅の順位は第県外です。いい加減にしてもいやー、はい、おかしくなってきた、もう無理。そうか、じゃあ中目だけ行きましょうよ。中目ね、はい、すぐ近くですから、もうちょっとだし、はい、頑張りましょうか。中目黒行きましょうか、はい、行きましょう、はい、はい、すいません、ここで一点ちょっと知らせがございまして、え、 A チームクリアしてしまいました。ちょっと待って、ちょっと待っていきなり来た。 A チームクリアです。むっちゃさらっと言うやん。めっちゃいきなり言うんだね、はい、今ちょうど連絡が来て、このタイミングで負けたってことね。乾杯です。乾杯、マジ。いや、なんか悔しいな、これ。悔しいです。じゃあ何も事務所変えるってこと。もう事務所変えるしかないです。うわ、はい、え、これちなみに聞いたりできるんですか。ここで中目黒が、あ、もし行ってたら、ね、入ってたのか、はい、聞いてもいいですか。中目黒の順位は第県外です。やめよう、やめよう、帰ろう、帰ろう、やめやめ、帰ろう、映すな、映すな、やめやめ。事務所に帰ってきました。約6時間の戦い、はい、ということで、すんませんな、 B チーム。いやー、すいません、忘れましたよ。やっぱりまだまだやな、まだまだやな。で、まあここでちょっと視聴者の皆さんもちょっと編集で多分入ってないと思うので、うん、改めてね、まあ、うん、みんなもう知ってるやん、1位から10位、はいはいはい、なんとですよ、うん、俺らがずっと言ってた、はい、俺が言ってた、はい、調布絶対入ってるって言ってね、うん、俺は、うん、言っててんけど、なんと10位だったという。危ねえ、危なかった。そっちは行けなかった、行けなかった。いや、多分一生行けてなかった。一生行けてない、マジで。これは調布か、すんまへんが、はい、ちょっと行かせてもらいます。はい、はい、まずはゼロね、ゼロ、お願いします。はい、千、はい、お願いします、はい、あ、
5000円、はい、はい、さんお願いします、はい、1万円お願い、はい、3万と、はい、はいはい、これをリアルタイムで入れていきますんでね、はいはい、さあ、今入れましたんで、はいはいはい、もうくちゃくちゃにしますんでね、はい、もうわからない、わからない、じゃ適当に、はい、入れていきます、はい。これはもう誰が引くか決まってますよね、トンボさんお願いします、僕が引きます、なんでだよマジで、はい、これ回しとったらよかったんやけど、何がよ、珍しく、はい、木島がカメラ止めてからトンボのことボロかすってマジで珍しい、なんでなあ、はい、そうそうそう、ずっと逆のこと言ってて、はい、安武と対立しててんけど、うん、もう木島が知ってるやんか、ね、ほんまトンボ枝にせよお前の全部逆逆いっとるやないかっつって黙っとで本当に裏なんですけど、うん、途中でなんか熱あるかなって思って熱っぽくなってきた、なんか脇が運転してたらさ体がもう熱なってきて、いやちょっと熱が出たなってなったのほんであの止めてね、はい、俺体温計持ってるから、はい、うん、ちょっとトンボ大丈夫か言って心配してくれて、はい、測ったらええわっつって測ったの、はい、そしたら36度7分平熱平熱そっから平熱って分かって元気出ちゃったいい加減にしろよずっと変なこと一人で大騒ぎしてましたね、これは安武行こう、安武行こう、振って振って、これはもう安武しかないわ、もう安武しかない、安武しかない、今日はもう、もうスーパーだよ、今見て、もう安武マジやばかった、もうヒーロー、はい、今日はもう出ると思いますよ、おー、ありがとうございます、私は今までこの賞金罰金系で最高額出てないから、出てない出てない、ついに出る日が来たと思います、これもう完全に出るフラグ立ったな、はい、あーすごかったな、いやこれはすごい、そっちのも見たいわ、いや見たい見たい、いきます、はい、はい、出た出た、出ました、はいでは、もう安武あげてよ初めての安武、はい、あの金額が出ると思います、ありがとうございます、いくらや、出ました、はい、優勝賞金、はい、はい、3万円です、おーすごっ、いやー怖いもう、どうなっとるんや、怖いって、すごい、どうなっとるんや、今日何、ちょ、何なんこれ、どうしたんやこういう日なんです、今日はお前どうしたんやん、はい、ガチなんすよいやすごすぎるやろ、いやほんとほんとガチだから、いやガチだよ、1000円とか入ってすげえ最高額ほんとに出ちゃった出ちゃった、なんなんすごいやどうなってんの今日、わからない、ちょっと怖いよね、怖いっす、持ってすぎてる今日は、ちょっといやほんとにすごい、いやすごすぎる、やばい、すんません、なんかいやすんません、最高額出ました、すごい、やすぎた、これは制作費から贈呈させてもらいますんで、はい、すとにかく、皆さんお疲れ様でした、お疲れ様でした、最後まで見ていただきありがとうございます、インスタグラムのフォローお願いします、 X のフォローもお願いします、 TikTok のフォローもお願いします、またお会いしましょう。